サーターナギがお届けしてきましたベイ FM サーターナイトフィーバー。それでは時間の許す限りメールをご紹介しましょう。それでは誰から見ましょうか。森拓ちゃんお願いします。はい、ラジオネーム北海道のゆうゆさんです。拓、うん、ちゃん慎太郎さん森くんこんばんは、うん、こんばんは。サーターのインターネットラジオ聞きながら帰ってたらこの間道のど真ん中で笑いこらえてたら下を見てなかったんですよ、うん、そしたら穴にはまって転びました。あらららららそこでサーターアンダギーの皆さんに質問です、はい、転んで立ち上がる時のクールな一言を教えてください。これ一人で転んでってことかな。これ恥ずかしいなそれ。じゃあダクちゃんから、うん、ダクちゃんから転んだ一言、その次僕ね、その次森ちゃんで行くから、その時ね行こう。ダクちゃんが、はい、ダクちゃんが行きます。笑いをこらえてな。俺がズコって言ったら最後に言うんだよ。続いていきましょう。タクちゃんか。いきます。ズコ！転んでねえし。あもう普通です。普通ですかね。はい。森くん？私。あ、慎太郎さん。はい。はい、たたたたたた。ズコ！ジンバブエー！え？どういう意味ですか？ジンバブエです。ジンバブエって何？はい。国。国です。なんで国の名前言うわけ？国なんや。全然クールじゃない。ジンバブエ。いやだから、ジンバブエの形してた穴だったっていう。ああそういう意味だ。その国の。はい。そういうことね。森くんいきますか。はい。じゃクールにね。タッ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 タズコ。ごめんね。幼稚園持ってきてくれる？なんて。幼稚園やん。何幼稚園？消毒液幼稚園って知らん？ちょっと分かりにくい。すいません。小学校の時よく塗ったでしょ。分かんなかったからすいません。もう一度いきます。はい。ズコ。ごめん。バンドエイドくれへん。だから幼稚園やねんってそこは。普通。分からへんよ幼稚園。誰に言ってんの？だから通りがかりの人やんか。あのさ配信も三部作じゃん。はい。このこけたバージョンも三部作ありますよ。それは。それでいきましょう。はい。さあたくちゃんこけて。はい。たたたたズコ。あーなんか甘いもん食べたいわ。なんで？いやもうなんで？いやさ、てかこれ難しい。三部作ってさ、だからクールにやろ。だからもう幼稚園持ってきてから一番ええねんて。うん、幼稚園ね。ちゃんと消毒せなあかんからクールに言ったらいいね。あじゃあ分かった。これどいって、はい、言って。たっ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 た。ズコ。好きです。誰がこくるだよ。クールじゃねえよ。誰がこくるだよ。もう誰がこくるだよ。これやばいやばい。クールじゃねえよ。もうさ、なんかやけどしてる。俺たちだけで楽しむやめよう。うん、はい、すみません。それではメールありがとうございます。ではここでサーターアンダギーインフォメーションです。では森さんお願いします。はい、サーターアンダギー8枚目のシングルの発売が決定しております。はい。タイトルは一つ一粒です。一つ一粒です、うん。もう一回言いますよ。一つ一粒です。はい、11月21日リリースです。僕たちの決意表明達成がかかっているとっても大事なニューシングルでございます。はい、今回はですね、4形態でのリリースで特典も豪華な感じに仕上がっております。ぜひぜひ皆さん、今から予約してください。お願いします。はい、そして今日から、うん、チンスコムード歌謡の着歌配信がスタートしますので、皆さんダウンロードしてください。すでに配信中のチンスコカーニバルもよろしくお願いいたします。友達、家族に気が向いたら進めてください。気が向かないです。いやでもね皆さんこれエンディングになりますけどライブとうとう終わりますし、はい、どうでした？ライブね。うん。ツアーが終わってね。はい。今回たくさんの方に来ていただいて。うん。でもすごいねこういろんなとこでいろんな盛り上がりがあって、うん、いろんなねライブがあってすごい楽しかったですよ。うん、でも今回うん、行ってみてやっぱ県民性が分かりますよね。そうね。なんか、うん、それぞれの。そうね。場所によって全然空気感も違うし、空気感全然違う。だから毎回なんか楽しい。楽しかったです。うん、すごいなんか今年も、ね、いい思いができたなと、うん。そしてなんとね、12月にも僕らダイバーシティでライブがあるんですよ。はい、この、僕らが捧げた決意表明が発表される日なんですけど、はい、12月15日、ゼップダイバーシティでやるので、はい、ぜひ皆さんよろしかったら来てください。お願いします。はい。はい、さらにこの番組はインターネット放送でも聞けちゃいます。毎回放送終了後深夜1時に更新されますので、ベイ FM オフィシャルサイトのインターネットラジオページからアクセスしてください。そして来週のサタンナイトフィーバーはオンエア時間変わりまして、夜の11時からスタートになります。お間違いないようにお願いします。というわけでね、はい、ベイ FM サタンナイトフィーバー、なんとね、今夜はこの曲を聴きながらお別れしたいと思うんですよ。来ました、来ました、来ました。トラノのポニーキャニオンから届きました、音源が。届きましたか、ちゃんと。転がってきました。はい。一つ一粒が。
ついに、はい、11月21日リリースですね。トラドボンからね、この一つ一粒の感謝を受け止めながら、うん、はい、幕張までやってきましたよ、ね、おめでとう、はい、新曲ついにこれ、そうですよ、ついに初お披露目、初お披露目です。だからね、なんとね、幕張から皆さんに一つ一粒を ね、お届けしていきたいと思います。はい、それでは聴いてください。サータナギで一つ一粒。お相手はサータナギの山田慎太郎と松岡拓也とキーキーキー気が密で森でした。バイバーイ。